皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、星組の底力を見た全国ツアー公演モンテクリスト博グランカンタンテ鑑賞レポということで、いやーね、私この全国ツアー公演、残念ながらコロナによってね、公演中止になりましたので、劇場で観劇することはできなかったんですが、ライブ配信がね行われましたので、千秋楽のライブ配信見させていただきました。もう本当に感動したので、今日はねちょっと鑑賞レポをお届けしたいと思います。ぜひ皆さん最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、いやー今回ね、星組さん本当に大変だったと思います。というのもやっぱりね、途中コロナによって公演中止になったんですが、千秋楽のそのねライブ配信、私が見た時には代役のね方々が本当に頑張っていて、7人ね代役を務めていましたけれども、どの生徒さんもめちゃくちゃ素晴らしかったです。これぞ本当に星組のね底力を見たと思いました。私やっぱりね、ショーもお芝居もどちらもね代役として皆さんね、いろんな役を演じていましたけれども、おそらくね3日間ぐらいでお稽古頑張ったと思うんですよ、代役の方々で。代役の方と絡む人たちもね、やっぱりそれによってお芝居そしてショーもね変わってきますので、いやーもう星組さん、全国ツアー組めちゃくちゃ大変だったと思いますが、みんなでね力を合わせて、そして代役に入った子たちがめちゃくちゃ頑張って、もう本当に代役とは思えないぐらいすごくすごく自然にね公演を作り上げていて、いやーもう素晴らしかったですね。 SNS とかでもね、一生忘れられない公演になりましたっていう声がたくさん上がっていたので、それだけね、あの劇場でご覧になった方もライブ配信をご覧になった方も皆さん感動していらっしゃったんじゃないかなって、思いました。でまずはこちら、モンテクリスト博の感想からいきたいと思います。でね、もう本当に少ない人数なんですよ。なので本当に大人数多分出てるだろうというところも、人数がね少なくなっていましたが、人数の少なさを感じさせないぐらい一人一人がめちゃくちゃ頑張っていました。で一番ね、私ねやっぱり頑張っていたなと思ったのは、ハルとユーホくんね、めちゃくちゃ頑張ってましたよ。いろんなところに出てましたからね、ハルトくん本当に素晴らしかったです。何役やったんですかって思うぐらい、いやでもね本当に全部の役をまるっきり変えてきてたので、結構ね気づかないところとかもあって、あ、またハルトくん出てるみたいな感じで、いやーもう本当に上手いですね、ハルトくん。もう素晴らしいですよ本当に。いやー感動しました。あと、ルイジ・バンパ、天花ピースケくんの代役を務めた、こちら、総武左京くん。もうね、私は先っぽが大好きなので、本当にこの代役をね、見て、涙が出ましたね。あまりに素晴らしくって。なんか3日4日のお稽古とは思えないぐらいに、自分のものにしっかりしていましたし、でも、で、皆さんが SNS に上げていたレポートとかを見ても、その、天花エマくん、ピースケくんの役作りをしっかりと受け継いだ役作りにされているっていうところもあって、またそこもね、素晴らしいなって思いましたね。本当にこういうところで、ちゃんと結果を出せる生徒さんって素晴らしいと思いますし、これで先っぽくんのね、ことを注目した方がめちゃくちゃ多いと思いますので、これはね、本当に、素晴らしかったです。もう感動しました。で、あとは、あやきひかりさんのね、ビルフォールを代役で演じたのがこちら、ゆうきまきくん。ね、素晴らしかったですね。やっぱり本当にお芝居も歌もうまくって、こちらもね、代役とは思えないぐらいの出来栄えで、いやー、落ち着いていましたね。で、なんか私見ていて、ともみんにすごく似てるなーって、思って見てましたね。夢の聖火ちゃんに似てるなーって、思いました。ね、赤さんのまた役作りとは、また違った、そのマッキーだからこそできる役作りっていうところもね、あったと思いますので、いやー、本当にびっくりするぐらいにしっかりと、
もうずっとずっとこの間公演やってきたんじゃないかって思うぐらいに落ち着いて演じていたのでびっくりしました。本当に。素晴らしかったです。はい。で、あとは、やっぱりね、木崎レオくんがもう、本当にこういう役をやらせたらナンバーワンなんじゃないかなって思いましたね。うまいですね。嫌な役、狂った役も最高にうまかったですね。で、狂ってるし嫌なやつでも本当に救いようがないぐらいの悪党なのに、なのにセクシーみたいな、もう素晴らしかったです。もう牢屋に入れられたところのあのね、嫌なやつの狂った感じが最高でしたね。もう本当にさすがでした、木崎レオくん。うん。で、やっぱりね、皆さん注目されていた、こちら、赤月知星さん、ありちゃんですね。で、ありちゃんのベルツッチオがね、また本当に本当にかっこよくって、最初ね、先っぽくん演じるルイジバンパと、二人セットっていう感じで、ずっと出てきて、ストーリーテイラーみたいなね、役割を果たすんですけれども、この二人のコンビもめちゃくちゃ最高で、なんか、あ、いい並びだなって思って私は見ていたんですけれども、またアリちゃんがね、本当に、あ、もう星組に来てすっかり馴染んでるなって私は感じました。うん。なんか星組にすごく合ってますよね、アリちゃんがね。で、アリちゃんの役だけがきっとまともな役なんじゃないかなって思うぐらいに、本当にね、素敵な役で。で、まあ、やっぱりね、こっちゃん演じる、エドモンね、しっかりとこう気持ちをぶつけながらもあなたについていくんだっていう思いをね、しっかり伝えていく役で、いやー、もうなんかこっちゃんとの並びがすごく胸熱で、私の中ではいい並びだなと思いましたし、そのお二人のお芝居、がっつりとお芝居しているところとかがめちゃくちゃよくって、あ、なんかこうアリちゃんとこっちゃんすごくいい感じだなって思いましたよ。うん、これからこうこの二人がまたね、どういう風に絡んでいくのか、星組でどういう関係を作っていくのか楽しみだなと思いましたし、いろんな役でまたね絡んでいかれると思うので、いやー、ちょっとね、アリちゃん来たことによってがぜん星組楽しくなりましたね。うん。で、やっぱりね、大きなスターさんになられたなって思いましたし、月組の時のアリちゃんとまた違った感じのアリちゃんになっていたので、私はね、すごくすごく頼もしいスターさんだなって、うん、思いました。はい。そしてまあね、セオッチの役ですよ。またこのセオッチの役が本当にね、とんでもない悪党で、もうほんとこの中で一番嫌なやつで、一番悪いやつですよね。うん。なんですけれども、瀬尾さん生き生きしてましたね、この役ね。うん。楽しかったでしょうね、この役やるのね。悪役って楽しいって言いますよね。私やったことがないんでわかんないんですけれども、悪役は楽しいってね、皆さんおっしゃるので、めちゃくちゃ楽しかったんだと思いますよ、瀬尾さん。うん。ね、生き生きと演じていましたし、やっぱりね、迫力もありましたし、貫禄がね、背落ち出てきましたよね。なので、こういう役をね、また演じて、背落ちらしさも出てましたし、背落ちの殻を破ったところもありましたし、本当にね、頼もしいスターさんだなーって、思いながら見ていました。うん。で、やっぱりね、もう、本当にこの人ですよ。はい。はい、そらひとみちゃん。ね。もう、メルセデスが本当に素敵で、その、ね、少女時代のすごくすごく可愛らしくて可憐でっていうところも、その冒頭のね、部分、幸せいっぱいのところも、可愛くて、もう本当に本当にキュンキュンしたんですけれども、まあね、年を重ねていって、いろんな人生経験を得て、母になってっていうところの、その役作りがものすごく素晴らしくって、なこちゃんの、その声のトーンとか声の出し方とか、あと見た目のビジュアルの作り方とかもしっかりと年を重ねて、母になってたんですよ、なこちゃんが。そういうところも、わあ、なんかこんな演じ分けができるようになったんだって思って胸熱でしたし、その、母として息子と接するところとか、母としてそのこっちゃん演じるエドモンに対決を申し込むようなところ、あの場面とかもね、本当に感動的で、なこちゃんはこういう役をね、しっかりと演じられるようになったんだなって思って感動しました。うん。で、やっぱりこの方、レイ・マコトさんですね。もう本当本当にね、こっちゃんのね、エドモンがね、いやー、素晴らしかったですね。私はね、初演の
このモンテクリスト博見てますけれども、全く違うエドモンを作り上げてきたなっていう感じがしましたね。なのでこっちゃんが出てくるその冒頭のね、そのはつらつとして生き生きとして夢にあふれていて幸せいっぱいでっていう部分からね、復讐、後半復讐に燃えて復讐をしていくところのその変化っていうのもギャップ、そこも素晴らしかったですし、やっぱり目も声色も変えて、で、もちろん見た目も変えて、いや、そのね、役作りの幅、一つの作品の中での幅がすごいなって思いましたし、こういう役を演じるこっちゃんがもう何とも言えずセクシーで、本当にね、素敵だなって、思いました。で、やっぱりね、こう、なこちゃんとね、対峙する、その決闘のところの話をするシーンなんですけれども、もう迫力もありましたし、でも、やっぱりこう、メルセデスに対する大きな大きな愛、変わらないっていうものがあって、で、最後は、そのね、決闘に臨む姿っていうのが、愛する女性を守るため、愛する女性が愛するものを守るために決闘に行くっていうところが、いやー、もうなんかね、泣けて泣けて、あのシーン、本当に良かったですね、お二人の決闘のシーンね。本当に号泣でした、私。いや、なのでね、モンテクリスト博、この星組バージョンの全国ツアーバージョン、いやーもう感動しかなかったので、これはねやっぱりブルーレイをね買わなきゃいけないなと思いました。はい、そしてこちらショーグランカン探偵ですね。まあね、こちらはね、もうほとんど構成的にはその大劇場東京公演と変わってはあんまりねいなかったんですけれども、まあね、代役の子たちもいましたし、まあアリちゃんが新しく入ったっていう点でちょっとね変わってたところだけお話ししていきたいと思います。で、まあね、ショーの冒頭3人ね出てきていたところは、ミキチグさんがね、組長さんが一人で出てくるような形になっていました。で、オープニングもね、まあ、アリちゃんとセオッチを中心にした場面に、なっていましたね。やっぱ男役さんのね、このマントのところが本当に最高で、大好きなんですよ、私。本当に最高でした。で、娘役さんの、その階段降りてくるところは、まあ、ナコちゃんがセンターに行って、で、クラッチ。まあ、アリサひとみちゃんがね、復活していましたので、クラッチと、あと、宇田千鶴ちゃん。お二人が、まあ、センターハサミっていう感じで、ここですごく目立つところにいましたね、お二人が。ね、まあ、その後ね、全員出てきて、プロローグ華やかに終わりまして、その後の、あやきひかりさんと、天花ピースケくん、天花エマくんの場面ですね。ここが、総武咲穂くんと、ハルトユウホくん。お二人がね、担当していて、もうね、すごい頑張っていましたよ、歌も。そして、ね、もう自分のものにお二人ともしていて、なんか先っぽくんとかウィンクとかもしていて、いやもう余裕じゃんって思って、もうね、こういうところでしっかりとね、代役も自分のものにしていくっていうのはね、大事ですよね。なので頼もしいなって、思いました。で、その後のセオッチの、人参娘の場面。あそこはまあほとんど変わりなくという感じで、ちょっとね、やっぱり救援者もいたので人数が少なくなってはいましたけれども、みんなすごくすごく頑張っていました。そして、ボニータですよ。もう本当に、このボニータがね、なんともなんともこっちゃんの髪型がセクシーで、全国ツアーバージョン見ました、皆さん。もう本当に。やられましたね。あまりにセクシーで、もうなんか息が止まるかと思いましたね、私。このね、ボニータも、いろいろね、代役とかもあったと思いますけれども、相変わらず、何回見ても最高の場面だなって、思いましたね。やっぱりこっちゃんとなこちゃんのね、ダンスが素晴らしくって、本当にね、大好きすぎる場面ですね、このボニータ。ラストボニータ、感動しました。はい。で、中詰めに入って、木上慎くんが一人で歌ってたところを、赤月知聖さん、アリちゃんが一人で歌うようになっていました。で、中詰めに関しては、美穂恵子さんと、レイマコトさん、こっちゃんが歌っていたね、デュエットのところ、あそこを、アリサひとみちゃんが歌っていて、まあ、で、美穂恵子さんのところもしっかりと、さすが歌うまっていうところでね、歌声を聞かせてくれました。ねえ、もうね、本当にね、私は美穂恵子さんとこっちゃんのデュエットがあまりに素晴らしかったので感動してたんですけれども、いやー、クラッチとこっちゃんもね、やっぱり歌う馬同士なので素晴らしかったです。この中詰めに関しては、あとは、アリちゃんがね、
女役として出ていて、ここはこっちゃんとのデュエットを踊る場面もあったりして、ねえ、ダンスが上手い同士は本当に見ていてね、なんか気持ちいいですね、本当に。お二人踊ってる空気感が、あ、踊りが上手い人同士は息がぴったり合うんだなって思いながら、うん、見ていました。アリちゃんすごい綺麗だったんですよね、本当に。で、その後のね、まあ、なこちゃんのね、だるま姿も最高でしたし、あと、セオッチとウタさんのコンビがすごく良くって、なんか、お似合いだなって、うん、思いながら中詰め見てました。で、中詰めの後の3人、まあ、セオッチ、なこちゃん、こっちゃん、ここは変わらずというところですね。で、その次の場面のてんてんが一人で歌ってたところを、スパニッシュのね、マタドール姿でアリちゃんが一人で歌っていました。もうね、本当にかっこよくって、このマタドール姿のね、アリちゃんがたまらなくかっこよすぎて、いやー、本当にいいスターさんだなーって、うん、かっこいいなーって思いながらね、見てました。ね、その後の、まあ、こっちゃんの赤のね、マタドールのところ、瀬尾さんがね、闘牛の、牛になるところの、あそこはま、変わらずというところで、その後のオンブラマイフのところも、ま、変わってはいなかったですかね。うん。ただ私ね、クラッチと、ナコちゃん、で、アリちゃんが3人でね、ちょっと冒頭踊るところがあって、そこがね、めちゃくちゃ新鮮だった割にはめちゃくちゃ素敵で、すごくぴったりと、なんか、しっくりと来ていて、あ、なんかこの3人すごくいいって思ったのをね、覚えています。で、その後の、美穂恵子さんが歌ってたところは、白田なっちゃんが、うん、歌っていましたかね。まあね、この場面ね、なんか皆さんの笑顔がね、すごくすごく、なんか神々しくって、いやーなんか、いい笑顔で歌ってるなーって、うん、思いましたね。ここ大好きです、私。で、その後の、まあ、キワミシンくんとアマトカノンくんが、若手のね、男役さん引き連れて、歌い踊っていたところは、アリちゃんが中心となって、男役さん4人をね、引き連れて歌っていました。ここね、ダンサーばかりですごく良かったですね。うん、めちゃくちゃかっこいい5人でした。で、その後、ロケットがあって、で、その後に、フィナーレナンバーという形になっていきます。で、まあ、ほとんどで結構、美穂恵子さんが歌ってたところは、クラッチ、アリサひとみちゃんがね、歌うような形になっていました。うん、とってもね、素敵でしたね。なので、歌もお上手なのでね、しっかりと、聞かせてくれました。で、パレードに関しては、エトワールがアリちゃんということで、アリちゃんが、右の肩羽の羽という形になってまして、でその後、セオッチが出てきて、セオッチは左の肩羽。っていう感じで、二人で一つっていう感じになっていましたね。これがね、まあ、ね、うまい感じにね、やってるなって思いましたね。はい。で、またね、このパレードも、やっぱりね、救援者がいましたので、セオッチが、三人分歌うみたいな形で、セオッチと歌千鶴ちゃん。で、セオッチとアリサひとみちゃん。で、セオッチ一人っていう感じでね、歌っていました。で、その後、マイソラひとみちゃんは大バネ、トップ娘役の大バネ。で、レイマコトさんはトップスターの大バネナイアガラ。ということで、いやーもう本当に最後まで息つく暇なく、みんなね、本当に本当に走り、駆け抜けて、うん、いました。最高でした。でね、やっぱりこのような状況下だったので、最後のご挨拶の時も、やっぱりね、こっちゃんもちょっと涙が溢れそうになりながらもしっかりとね、ご挨拶はされていましたけれども、ねえ、マイソラひとみちゃん、なこちゃんもね、ちょっと涙が溢れていましたね。ねえ、やっぱりこのような状況だったので、幕を開けるのがいいのかどうかっていうご挨拶もされていましたし、でも、一人でもね、待っていってくださる方がいるんだったら、一人でも舞台に立とうじゃないかっていうね、こととかも話されていて、やっぱりいろんな葛藤があったんだろうなって思いますし、そんな中ね、トップスターとして、しっかり必死にみんなのことを引っ張ってきたんだろうなって、思うと胸が熱くなりましたね、私も。うん。で、やっぱりね、ここでちょっと多分、ね、気持ちが張っていたんだろうなって思いますし、ご当地出身のね、生徒さんの紹介をこっちゃんが忘れてしまうというハプニングもありましたけれども。いや、でもね、ここで本当にね、
素晴らしいご挨拶をされて、みんなを感動させていましたね、こっちゃんも。本当に素敵なね、トップスターさんだなって思いました。でね、こうやって見ていると、星組さんね、底力を感じましたし、星組さんのね、層の厚さというものも感じましたので、またね、星組が全員揃った時の星組パッション、星組の厚さ、星組の力をね、見せつけてほしいなって、楽しみに、はい、次の大劇場公演、東京公演、期待したいと思います。ということで今回は星組全国ツアー公演の鑑賞レポをお届けしましたけれども、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。